青コーナーよりオランダアンディ・サワー選手の入場です。先に登場は1回戦デンマークのオーレ・ローセンを下して準決勝進出。アレル・エスカップトーナメント、その中にあって1回戦圧倒的なパンチ力を見せつけました。今ゆっくりリングインです。やはりこの左ボディーブローは強烈です。さあ彼の対戦相手、青コーナーより対チャンパック・チョーセ・パサート選手の入場です。チャンパック・チョーセ・パサート、この男の強さは十分1回戦でも分かりました。本戦アルバート・クラウスを上回っていたのではないかとの見方もあります。アレル・エスカップ、結果は行方は戦いの神のみぞ知る。エスカップワールドトーナメント準決勝1回戦、シュートボクシングエキスパートクラスルール3分3ラウンドを行います。青コーナー、オランダリーホージブー所属、エスカップワールドトーナメント2002王者、172センチ、69.7キロ、アンディ・サワー。青コーナー、赤コーナー、大国 ISS 事務所属、 WMTA 世界スーパーウェルター級チャンピオン、175センチ、69.7キロ、チャンパック調整パサート。ジャッジ北口俊介、会場が異常な空気になっています。エスカップ2004トーナメント準決勝第1試合は、前回覇者オランダアンディ・サワー、そして対戦相手がジェンス・パルバーの負傷欠場を受け、チャンパック調整パタートとなりました。さあ解説の重田さん、はい、チャンパックはまだ右のグローブしてないんですね。そうですね、本当に急遽出場というのがちょっとこの慌てぶりで分かりますよね。そうですね、はい、まあ、このチャンパックが、登場してきたというのはこれどういう見方なんでしょうか。本来でしたら、まあ、ジェンス・パルバーが、1回戦戦った相手は大ジョウガンですね。そうですね、トーナメントの場合は通常その、まあ、勝者が、はい、上がれない場合はその敗者というようになるんですけれども、大選手は KO 負けをしているということ で、はい、で1回戦の中で、オーレ・ローセン選手も KO 負け、うん、で尾形選手はカットによる TKO 負けですから、そうすると、戦える選手は、選手はチャンパーク選手しかいなかったということですね。なるほど。まあ、そしてこの後アルバート・クラウスも実は登場できないんですが、そちらの方がもう先にもう分かったんですね。出場できないというのがアルバート・クラウスが先に発表があって、そして宍戸浩樹、つまりリザーブマッチの勝者が登場ということにはなった。そちらが先に決まったからチャンパックはまたこちらの方にもっていう意味もあるんですね、はい、そういうことですね、はい。さあ吉高さん、はい、しかしながらよくよく考えてみると、このアンディ・サワー、考えてみれば一番どっしり安定した戦いしているのは彼だけなんですね。ここまで一番いい試合とかで一番今回も技が切れてますね。あ、そうですか。ダメージもないし、うん、ただね、ジャンパックという、まあ、対人なんで、サワーと対人って意外に結構手こずるような気がせんでもないんですけど、ただクラウスとまたこれ比較されると思うんで、自分の評価の試合につながりますね。あ、なるほど、はい。三又さん、はい、いかがですか。こう会場もちょっと、ね、異様な感じになっていますけども。でもですね、僕としてはチャンパックがですね、さっき自分の中で消化不良だったんですよね。ほうほう、なるほど。まだこいつもっとできるじゃんっていうのがあったんで、いや、これはちょっとものすごい僕としては満足です。あ、なるほど、なるほど、はい。まあ、ある意味このカードってものすごい豪華なカードですからね。まあ、それが戦いの神のいたずらで、なんと準決勝第1試合で実現となりました。エスカップ2002王者アンディ・サワー VS WMTA 世界スーパーウェルター級王者大国ジャンパク・チョーセ・パタート。さあ第1ラウンド始まりました。この戦いも3分3ラウンド制です。左のパンチ、おっとにやりと笑ったアンディ・サワー、ボディ距離はかなり近くなっています。おー、ニヤッと笑って来いよと言ったのがアンディ・サワー、前蹴りです。吉高さん、この戦い方、おー、素晴らしい。いや、
ちょっと気持ちも充実してますね、アンディは。そうですね、ちょっとアンディ、体がすごいのが力強くてね、今回、ブロックもしっかり受けてますよね。そうですね、ジャンプバックが力負けしてる感じですね。あ、そうですか、はい、ボディストレート、もう一つボディだ。今度はクロス右、ワンツー下がりながらでも一つ出しました。しかしやはり左だ、左のボディが効いている、ボディフック効いています。逆に返してくる、しかし意に返さずアンディ・サワ出ていく、飛び込んで左の膝。さあ組み合いにはなりました。先ほどアルバルト・クラウス戦はこの形はなかったですね。そうですね、クラウス選手はもう完全に嫌がってましたからね、気になることを。いや、ここで下がらないんですよね。そうですね、ボディストレート、右のファイナー、首元、三股さん、ちょっと来てますね。すごいですね、今日のサワーは。サワーって大学生なんですよね。そうなんですよ、21歳ですよ。最強の大学生ですね、まあ、前回優勝したのが2年前、つまり前回は19歳。ザッ、三股さん、しかしその間にもご覧のようにスタイルがスパッツ、ロングスパッツになってるんですよね。はい、そうですよね、シリー選手になってるわけですよね、今。左フックです。2枚出てくる、まるで1本打っています。第1ラウンド、膝ちょっとバランス崩した、あまり出てくるか。ボディ、右の膝、顔面に突き上げていきます。押し込んでゴール、強烈振りが挟まる、距離は近い、右足前がジャンプアップ、ワンツースリーからボディーストレート、左前蹴りティープ流していく。木下さん、ちょっとこうローブローをもらうっていうシーンがこう体型の体スタイルの選手とありますよね。そうですね、ジャンプアップちょっとクラウス選手との試合とは全く戦法を変えましたね。はーはーはー、どのあたり具体的に。まあ、本当に、あ、やはりロー来ましたね、ロー。こう前に前に出てって、攻撃を当てていくっていうんですかね、はい、少々もらいながらでも前に行くっていうのがチャンプアップの戦法だと思うんですけど。あ、なるほど。いや、しかしサイドフックから左の膝、しかし下がらないのがアンディ・サワー。さあ第1ラウンド終了です。さあ、吉坂ひろむさん、はい、ぜひこの準決勝第1試合、1ラウンドですね、どんな風に振り返るでしょうか。あのですね、前半はね、サワーのパワーが勝ってましたね、はい、左のレバーから右のローって形で。ただね、チャンパクじゃタイジンにはボディ効かないんですよね、なかなか。で、だいぶパンチに慣れてきて、だんだんブロックがね、こう狭まったというかね、パチンコで言ったらチューリップの球、チューリップがこう閉じてきたって感じなんで。なるほどなるほど。サワーね、ちょっと交換2ラウンド目から苦しくなるんちゃうかなと。はあ、こうジャンパクね、こう生き返るんじゃないかなっていうような感じが見ました。三股さん、はい、ということですね。タイジンって恐ろしいんですね。だってあのすごいミドルをほとんどの選手がこう打ってくるし、受けてるってことですね、逆に言うと。そうですね、ある意味ボディブローとかボディフックには強いのかもしれませんね。セカンドアウト。さあ、重田さん、はい、次は第2ラウンドですね。やっぱり流れ変わる可能性もありますね、そういう話聞くと。そうですね、普通ならもう1回負けたと思ったわけですから戦えないと思うんですけども、その気持ちの立て直し方というんですかね。なるほど。逆にやっぱり今持ち味を出して戦い方をしてると思うんですよね、チャンプアックは。そうですね。さあ、第2ラウンド始まりました。重田さん、そういう意味ではチャンプアックはもうどう戦うかなんて聞かれてもわからんと、あとはリングで考える、まさにそれが合ってるんですね。いやー、すごいラスト、押し込んでいく。スタート。三股さん、本当にこう細かいことを考えない、俺がいつもやってる戦いをやるだけだから、もう来た対戦相手とやるだけっていうのは、ある意味こういうなんか突発的な事態でも別に何とも思ってないのかもしれないですね。サップサップ、いい目ですね。ちょっとクラウスとの試合で、はい、あのミドルはポイント取ってもらえないっていうのがチャンパク分かってるんで。なるほどなるほど。その辺でちょっとやっぱりパンチ狙いに切り替えてるのかなっていうのはありますね。いや、しかしここでサワーが下がりません。逆に結果組むことになるんですね。膝突き上げる、今度は左を出してくる、返してくるのがチャンパク。吉高さん、やはりこう近い距離が多いですね、この2人。そうですね、チャンパックはね、本当にしげたさん言った通り、戦法を変えてきましたね。あとね、左ミドルを出してもサワーがね、下がらないですね。
そうですね、クラウスと違ってあのすごくあのしっかりしてるとかね、軸がしっかりしてるんで、その分パンチの膝になってるのかなっていう感じがしないかなと思うんですけど、うわー飛び込んできた、ニヤッと笑ってますよサワーが。茂田さん振り返ってみればこのアンディ・サワーの一番の強さ、まあ、左のフックボディフックはそうですけども、下がらない、いやこれ後ろから覆いかぶさるぞ、こう下がらない強さっていうのはありますよね、下がってくれない、ね、ただやっぱりサワーがうわー右のミドルキック、こうリズムに乗っていくときっていうのは、あの左のボディを打って相手が下がってくれるとサワーのペースになるんですけど、なるほど、ジャンパック全く下がらないので、これうまいですもんね、ちょっとサワーも苦しいですね。吉高さん、ここまでの第2ラウンドはどう見てますか？あのチャンパックのペースになってますね。あ、やはりそうですか。サワーが息が上がり始めましたね。はあ、先ほどもジョン会長のちょっとちらっと見てました。あ、そうですか。ちょっとね、慌てて始めてますからね、ちょっとパニックになってるかもしれませんね。三股さん、そういうところにつけ込んでくる121戦目の戦いですからね、これが。これまた自分も勝手なもんで、この2ラウンド目から僕急になんかこのロングスパッツの魅力なのかサワーばっか応援してるんですよね。なるほど、ピンチの選手を応援したくなるんですかね。フック、ハイキック、花咲かすめた。いやでも確かにそのロングスパッツの選手を応援したくなる気持ち分かりますよね。ありますね。やっぱりこれだけあの負傷欠場が出てくると本当に、ね、トーナメント勝つ執念っていうのはやっぱり僕ら見たいわけじゃないですか。そうなんですね。やっぱりアンディにそれ見せてほしいですよね。おお、すごいパンチだ。いきなりノーモーションできた。前蹴り、逆に出すと飛び込んでくる。ここで第2ラウンド終了です。三股さん、はい、そういう意味では一進一退、1ラウンド差は2ラウンドチャンパックなのかもしれませんね。本当に吉高さんの言う通り大事ってすごい2ラウンドから何ですか、あの落ち着きというか。吉高さん、はい、1、2ラウンド踏まえて、そして次最終ラウンドです。どうなるんでしょうね。あのチャンパックのペースですね。あのです2ラウンドの途中であのサワーがサウスポーにスイッチしましたね、あのオーソドックスの選手は、はい、あのスイッチするときって、ね、サウスポーでやる場合、ね、ちょっとこう混乱すると、ね、してしまうんですよ。僕もあの経験あるんですけども、でサウスポーになって左フック左ハイを狙ってるんで、ちょっとねオーソドックスの左ボディ効かないっていうのを、まあ、分かり始めたん で息も上がってるし、ちょっと3ラウンド目ちょっと心配とは心配ですね。なるほど。茂田さん、はい、これは分かりませんね。恐るべしムエタイ。そうですね、サワー選手になんとか挽回してほしいんですけど ね、 そうですね。ちょっとやっぱり左のレバーでチャンパック下がらないと厳しいですね。なるほど。この右のローキック、インドを放ってきました。しかし下がってはくれません。左ローキック、しかし前に出てくるんですね。いや、しかし押し返していくのがアンディ・サワー。うおー、いった。いや、しかし下がらないんですね。ここで下がるか下げるか下げるか下がるか、さあどうだ。いや、どつき合いだ、激しいどつき合い。最終の第3ラウンド膝。いや、吉高さん、チャンパック下がったらダメだっていうの分かってるんですね、自分も。でもすごい打ち合いですね。今までの雰囲気を払拭するようなすごい打ち合いになってますね。三股さん、でも両選手とも下がらないですね。しかもすごいですね。いや、前に出てきますよ、チャンパック。チャンパックあのオーソドックスに変えましたね。あ、そうですね。打ち合い狙ってますね。あ、そうですか。今またサウスポーになりましたけど、これはもう倒し合いですね。そうですね。最終の第3ラウンド、顔面捉えたボディボディ、本当下がらないです。すごいですね。サワーは右の内ろを狙いたいですね。あのチャンパック足効いてますよ。あ、なるほど。あっと突き飛ばされた。アンディ・サワーの右の蹴りってことですか。そうです。あ、なるほど。あのチャンパック右の内まで効いてますね。あーはーはー、あ、これですか。逆逆逆あれです、ね、あれをね使わないとダメです、ね。さあ顔面捉えてリングの足が流れてる、効いてるぞ。いや、しかし下がらない下がらない。これがムエタイの意地か。しかし一方は2002王者エスカップアンディ・サワー、レフリーが分ける。いや、すごい戦いになりました。三股さん、すごいですね。膝を顔面捉える、もう一つ二段蹴りだ。アッパーストレート、チャンパックちょっと動きが止まったかな。止まりましたね今。そう、チャンスですね、ここですよ。膝、この差は出せ。いや、すごい総力戦、主力戦だ。もう
ないでしょう。この戦い倒さなければ倒される。打ち合いだ、下がらない対オランダ、打撃系格闘大国の戦い。突き放してハイキック、原崎かすめた膝、いやー下がりません。顔が上がる、いや同じ技を返していく。ノーキック、残り時間30秒、アッパーがいや返して、これは空気だ。チャンピオン手が止まりましたね。そうですね。さあここから先はもう吉田さん、まさに精神ですね、気持ちですね。ただね、今サガが1分近いです。そうですね。いやこれが前回覇者ディフェンディングチャンピオンの意地か、ロングスポッツがそうさせるのか。残り時間は少ない、どっちが勝つんだ。いや下がった、下がったぞ、ジャンプバック、本戦終了。いやすごい戦いだ。いや会場から割れんばかりの拍手。いや助田さん、はい、これ始まる前はこう怪我人もいたりしてちょっと嫌な空気で始まりました。心がこの2人が、いや変えてくれましたね。そうですね、本当にその会場の空気ガラッと変えましたね。ちょっと三股さん痺れましたね。やばいですねこれ。もう外差はやっぱり今年の差はまた変わりましたよね。あのね、僕は2002年に見た時よりも強くなってますね、はい、体といい、あの時、ま、年齢が若いですから今でも若いですけど、はい、この時期やっぱ1年1年化けるんかもわからないですね。最低の結果をお知らせいたします。さあ運命の判定聞きましょう。レフリータイラー30対29、青コーナーアンディ、アンディ沢田2人目、ジャッジ大浦30対28、青コーナーアンディ、アンディ沢田2人目だ。30対29、青コーナーアンディ以上3対0、青コーナーミッドホールディング、アンディ沢田選手のアンディ勝ちでございます。Sカップ2002覇者、前回覇者が決勝戦に駒を進めます。超難敵チャンプアクトの激戦を制してです。1年1年、いや一戦一戦強くなっていきます。1ラウンド1ラウンド強くなっていきます。ディフェンディングチャンピオン勝ちました。さあ吉永さん、ぜひ決勝戦に向けてこのエールも含めてお願いします。そうですね、サバなんかあの進化したというか強くなりましたね。ね、あの次誰と当たってもカバーなんか一気にいきそうですね。三股さん、はい、いい戦いでした。ちょっとあのでもサワーっていうかこう寄ってる男って怖いって感じしません？そうですね、やばいですね今日のサワーは。このまま行くのか、アンディサワー決勝進出1人目決めています。